結構いいなと思ってました。お気に入りですこのデザイン。可愛いです。でこうターン前半のこう導入のしやすさ、そしてターンの後半のキレの部分が去年のスキーよりも磨きがかかったかなと思いました。スキーがたわんでから推進していく方向がこう今までは結構横方向に移動するスキーだったんですけど、このスキーは縦に縦に落ちていってくれるような感覚があったので、もっと今までよりどんどん加速させていけれるようなターンができると思います。今技術戦で求められてる滑りっていうのは、深さの中でそのキレのある滑りっていうのが求められてきてるので、その辺に、まあ、やっぱりマッチしたスキー作りっていうのを、まあ、小笠原の方でもやってると思うんですけども、まあ、そこでやっぱり特にそのターン後半の走りっていうのは前半のトライと後半のキレから生まれるものなの で、そういうようなそのスキー操作の面でおいてもトライとキレを出しやすいスキーになったのかなと。小笠原スキーのスキーの操作性の良さっていうものをしっかりと持ち合わせているスキーですので、あのコブの大きいコブであったり小さいコブ、硬いコブだったとしてもその操作性の良さでさまざまなシチュエーションのコブに対応していけるスキーだと思います。スキーをたわませるタイミングとかがちょっと遅れたりしてもしっかり返ってきてくれるので、そこは気にせずというか、少し遅れちゃっても全然スキーは帰ってきてくれるっていう安心感で楽しく滑れると思います。まあ、楽しさを味わえる瞬間っていうのはやっぱりスキーが走る時がやっぱりそのスキーヤーにとって一番楽しさを味わえる瞬間だと思ってて、やっぱりそのスキーが走るって言ったとしてもただ下に落ちるんじゃなくて、しっかりこうどんな雪質だったりどんな斜面設定だったりしてもそのうまく切れ込んでくれながらスキーが走ってくる、まあ、そういうような要素がこの TCSB に関しては感じられたので、すごくその辺が楽しいっていう風な印象を受けました。